ソフトバンクの古川有利投手が7日、水穂ペイペイドームを訪れ、球団から来季の育成選手契約を締結しない旨を通達された。7月いっぱいで支配下になれなかったので、覚悟を決めていたというか、そういう感じではあります。2年連続で戦力外通告を経験することになった。どうしよう、どうしよう、頭が真っ白になった1年前、自分を支えてくれたのは、 妻の存在だった。映像、戦力外も、運命のトライアウトに遅刻、土下座も虚しく強制退場。2022年オフに行われた現役ドラフトで日本ハムから移籍。1995年9月生まれだが、ホークスが4球団目という苦労人だ。今季はウエスタンリーグで24試合に登板して2勝2敗、防御率2.35。一定の成績は残していたものの、 支配下の壁は高かった。この一年、腹をくくって僕の中ではやってきました。8月から本来の力を出せるようになってきたので、と自分に対しての期待は抱いている。1年前の10月23日、球団から戦力外通告を受けた。古川は宮崎フェニックスリーグに参加中で宮崎にいた。家族と一緒にチキン南蛮を食べていたとき、 知らない番号から電話が来た。うまい飯でも食いに行こう。って言って、その辺の居酒屋にいた時に電話が来ました。そろそろそういう時期だから、とは思っていたんですけど、と当時の状況について明かす。プロ野球選手として、仕事がなくなってしまう瞬間。目の前にいた妻に、こう漏らすしかなかった。呼ばれたは、首や、そこからの妻とのやりとりは、 もう覚えていないですね。自分のことで精一杯でした。どうしよう、どうしよう、って感じでした、という。引退という二文字はその時には頭に浮かばず、現役続行の道を模索した。いずれは来ることだと思うんですけど、奥さんも、絶対まだやれるやろ、みたいに言ってくれました。子供にも、お父さんはプロ野球選手だったんだよ、って、記憶に残るまでやりたいです。 と気持ちはすぐに固まった。